いや僕ね、りょうくんは、まあ、尊敬してますよ、うん、ただ若いとあれができるんですよね、うん、あのまみれてないから、だから僕も間に合わなかったですけど、子供ってゴルフ上手くなるんですって、どんどん深読みしないから、うん、で鳩山さんも子供の時から金持ちですから深読みしなかったわけですよね、うん、で金持ちのまんまでいけた、うん、でりょうくんに対して言いたいのは、これから何かを知って深く考えた時に今みたいなゴルフができるのかっていうことですね。あの僕らは右脇を締めろって言われた時に考えるじゃないですか、どうして右脇を締めなきゃいかんのか、うん、でついヘッドアップしてしまうでしょ、うん、でもヘッドアップするんですよ、人生ヘッドアップみたいなもんでしょ、だってボールの行方見るの当たり前じゃないですか、当たり前ですよね本能的に見ますよボールの行方を見ない人たちがうまいんで変なもんなんですよ、うん、でその道のタイトってみんな変な人ばっかりですよね、うん、全部学者もみんな変な人の、で久米さんだって立派な変な人ですよ、そうだよ、僕はいやいや能力に関しては僕は世界に冠たる常識人だとみんな言うんですよ変な人はみんな俺は常識人だ、そうなんだ、うん、だから変な人多いから何だって言うんですか、いやいや、だからその持ち場をみんながきちっと持って、うん、だから鳩山さんも変なんですよ、うん、でも自覚がないから変の上に変で、うん、この金持ちは変だ、鳩山家も変だっていうのを気がつけば、うん、前の麻生さんもそうですし、はい、でタイガーも変だっていうのを気がつけばよかったんですが、タイガーもやっぱり子供の時からゴルフあそこまで行っちゃったでしょ、もう子供の時僕のテレビ番組で紹介したんですけど、バカでっかい金眼の眼鏡かけて、もうクラブが持てない、クラブに振り回されるぐらいの時からゴルフやってんだから、あのジャック・レモンかなんかの番組出たんです、ごめんなさい違うか、いやテレビでちっちゃいからもう天才少年でずっと出てましたから、はいはい、パッティングやって冗談言ってね、そう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 、ですからね、あのスタンフォードでしたっけ、うん、で学歴じゃなくて何かを積み残したっていうのに彼が自覚があったら、あの変なことも起きなかっただろうし、うん、マイケル・ジャクソンもそうですね、うん、8歳から芸能行ってあれだけムーンウォークも素晴らしいんですが、うん、何か積み残してるんですよ、うん、それに気がつくのを探す、だから久米さんだっておそらく何か積み残してますって、常識人だって言うけどね、まあ僕はあのマイケル・ジャクソンはジャクソン5の時から、うん、この子すごいんだけど大丈夫かなって感じはありましたよね、うん、あのちっちゃくてリードボーカルで、一番ちっちゃい子はリードボーカルが、これ言ってないけどね、あのマイケル・ジャクソンあの来た時にテレビテロップ僕が書いたんですよ、あのそのテレビの、うん、そしたらマイケル・ジャクソンがこれを書いたおじちゃんに会いたいって子供だったんです、うん、ガキと飯食えるかって断ったんですよね、うん、で時は良かったか悪かったか未だに分からんですけどね、で自慢か今のはだってあの時ね、やっぱりね一番末っ子のマイケルがリードボーカルで お兄ちゃんたちが後ろでお姉ちゃんがバックやってて、うん、あのもうね、なんていうのかな、普通ね一番末っ子が真ん中に出て歌歌っていう、あのお姉ちゃんのお兄ちゃんが後ろでバックコーラスやって、なんかね罪の意識とか悪いなとかね、うん、そういうのちょっとあるんだけど全く何もなくて、でもそれが僕ちょっと嫌だったのね、ちょっとこの子大丈夫かなと思ったの、その時からずっと思ってたらああいうことになってなったわけですけど、まあ才能あったことは間違いなく認めるんですけど、いやだから積み残しですよね、何を積み残したんですかね、その何は永遠の秘密で、その人からしか見えない角度にのジャングルがあるはずなんですよ、僕今お話聞いてて、積み残しってその荷物を積み残しっていう字もあるけど、うん、罪を残すっていうのは、ね、なるほどね、あるかなとふと思ったんですよね、うん、まうん、それに気がつくか気がつかないかでしょうね、で気がついてもつかなくても同じですけどね、うん、ただ深く考えて結局考えても何もないっていうことに気がつけば、この世の中ですることっていうのは、この世の中も幻想ですから、その日暮らしで本を読みつつですね、うん、1500万振り込まれたらびっくりしなきゃいかんのです、やっぱり毎月ですよ、毎月ですよ、6年間これ義務で使えって言われたら使えないですよね、1500万月使うのって結構大変ですよね、大変です、3日うっかり本読んじゃったら大慌てでその分使わなきゃいけない映画なんか見てる暇ないですよね、金使わなきゃいけない、金使わなきゃ大変だ、ただ今日の6回目のご出演ですけど、はい、今日の話が一番絶望的ですよ、そうですか、それだって資本主義は疑わなきゃいけない、民主主義も疑わなきゃいけない、いやでも疑うってことは希望でしょ、神様はいないんだって、過去の価値観を、神様なんかいるわけないじゃないですか、うん、僕じゃないですよ言ってるのはねいやこれはね、うん、常識ですよね本当は、うん、神様はいない、うん、いないけれどいるようにしましょうっていう、そのクリスマスの楽しみ方みたいなもんですよね、うん、それが大人っていうか成熟っていうか
しょうがないなっていうようなことですよね。だ今年の年末は結構良いお年をっていうのは虚しいですよね。結局紅白の最後なんかもみんな揃って、うん、いやいや私よと言うでしょ、うん、何を言ってんだよ今年は違うだろうって、なかなか虚しいですよ良いお年をっていうコメント自体が今年は。だから年っていうのも考え直していい頃ですよね、うん、あのグレゴリー的を採用して暦、ね、を全部考え直す。暦って何なのってあれ農作物のために作ったんでしょ、うん、だから25日25日って12月のって言うけど毎年って毎年なんかないんです実は考えると。年の話ってやめませんか、もう。え、あなたは何歳だって、ね、そうはやめましょう。僕は65歳なんですけど、はいはい、そういうのって禁句にしませんかね。関係ないですよね。関係ないですもん。いや男と女も実は関係ないですね、うん、今生きてるもの、今生きてるものだけ、付けだけの話で、うん、何歳だろうといいじゃないですか。どう余計なお世話ですね本当に。で職業聞いたりするでしょ、うん、あれも余計なお世話ですよね。グレゴリオ暦を、まあ、一から考え直して暦も考え365日も考え直さなきゃいけない、うん、年齢 もう全然問題ないわけですよ、ですね、考え直さなきゃ。良いお年をってよく考えたらのおためごかしだったんですよね、うん、だからいやあなたこそ良いお年を、何を言ってるんだって、もうそろそろおためごかしみんなでやめる、まあ総理大臣が偉いとかね、東京大学卒業偉いとか、それをどう差配していくかですよ。さら地になってでゼロになってみますか、一回ね。一回ね、ありがとう、6回目ご視聴ありがとうございました。もう終わりですか。もう充実したお話ありがとうございました。恒例ゲストの黒金ひろしさんでした。久米ひろしラジオなんですけど、新年1月2日の放送は新春スペシャル A 六助ロングインタビューをお送りいたします。 TBS ラジオで放送している土曜ワイドの A 六助さんに久米さんが1時間半にわたってインタビューしています。どうぞお楽しみに。